ギブソン EB-3 はギブソンのエレクトリックベース。1961年に発表された人気のギブソン SG と同等のベースである。SG スタイルのスリムボディに30.5インチスケールのネック2機のピックアップを搭載。4ウェイスイッチとそれぞれのピックアップにボリューム、トーンコントロールを備える。標準的な仕上げは SG と同様、チェリーレッドで 他にポラリスホワイトやペラムブルー、エボニーも製造された。エレクトリックベースのデザインは1960年代を通じて普遍であった。1970年代にピックアップの位置がブリッジ寄りに移され、ボディとネックの材質も変更された。いくつかのモデルはクラシックギターのようにヘッドに穴が開けられたスロッティドヘッド仕様で製造された。加えて、 ロングスケールを好む奏者のために34インチスケールの EB-3L と名付けられたモデルも用意された。このベースのデザインは親戚ギターと同様ヘッドが重くボディが軽いためネック下がりになる傾向が批判対象となった。EB-3 は1970年代終盤に製造終了となり後にギブソンから SG ベースとして生産されている。 こちらのモデルには4 a スイッチがなく、コントロールノブも4つから3つに減らされている。エピフォンはロングスケールとショートスケールのオリジナル EB-3 に近いモデルを製造している。ありがとうございます。